はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ネオマチュアTVです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ミョンドンにいるんですけども、はい、前見えますか？セブンイレブンです。セブンイレブン、いい気分。はい、はい、ということでコンビニに行きました。今日はですね、はい、韓国のコンビニツアーをしてみようと思いまして、はい、韓国のコンビニの商品、うん、はい、何があるのか。そうですね。そして、まあ、日本と同じような商品とかもありますので、うん、値段の比較とかもね、してみたいなと思うんですが、どうしょ、どうでしょう、先生。はい。腹はバッチリです。はい。今ね、物価高じゃないですか。日本も上がってますし、はい、韓国ももちろん上がってるんですけど、はい。まあ、同じような商品が、いくらぐらい、まあ、違いがあるのかなってこともね、ちょっと見ながら、はい。ちょっとね、見てみたいと思うんですけども、まあ、どうでしょうね、コンビニ。ね。物価上がったけんね。物価上がりましたよ。もう本当に生活が厳しいですね、皆さん。はい。はい。ということでね。はい。似たような商品の値段の違いも見ながら、ちょっとね、見てみたいと思いますので。はい。お付き合いください。はい。では、早速。出ましょう。出ましょう。これは別に、こういうコーヒーありますけど、1200ウォン。ジュースとかさ、うん、うん。これ1000ウォンだから100円ですけど、うん、安いね。これでも日本もあるでしょ。I don't know. You don't know? うん。Me don't know. アイスクリームありますけど、入ってすぐ。雪見大福。雪見大福、日本の値段ちょっとね、調べてみてさ、値段がいくらぐらいなのか。書いてないね。書いてない。ハーゲンダッツがあるけど、ハーゲンダッツはね、5200ウォンですね。いやー、どうかな。聞いてみます？うん。大福がいくらかだけね、氷。氷があるじゃないですか。これが600ウォンですね、韓国は。800ウォンもあるし。うん、まあ、これと合わせて飲むんでしょうね。そうですね。以後あるまえよ。いっちゃなにゃね。あみだ。いっちゃなに。2000ウォン。雪見大福が200円ぐらい。それで日本にね、あるような同じような商品ちょっと調べましょうよ。ポッキーなんかどうですか？日本もあると思うんですけど。ペッペロって言うんですけど、日本のポッキーに似たやつ。1700ウォン。1700ウォンね。これが、ノーマルが1500ウォン。乾電池は4500円。4個入り。1700もあるけどね。うん。耳栓。うん。が1700。あ、そうか。うん、こっちか。通る間違えてた。ね。歯磨き粉とかもあるね。歯磨き粉いくらですか ?4500 円で、1プラス1だから。ああ、2750円。違う、2250。日本にあって韓国にもあるようなもの。あ、外のご飯が1700は1個でね。1700ね。うん。マヨネーズ買った。マヨネーズ 500g が5800。ね、日本にもあるようなものまず探しますね。コーラ。コーラ。コーラね。こっちの方が分かりやすいんじゃないですか。日本ペットボトルが多いかな。500ml 2200ウォンですね。2200。うん、ペプシが2000ウォンぐらい。ちょっと安めね。はい。ポカリセットは？あ、2400ウォンです。2400ウォンね。はい。日本とね、比較したいので、日本にもあるようなものでちょっと見てみたいと思うんですけど。まあ、こういうその栄養ドリンクがあるんですけど、リポビタンデーみたいな、はい。これは安いですよね。900ウォン。900ウォン。これは、あ、オルナミシがないね、ここは。ここはあるよ。オルナミシ、1200ウォン。1200ウォン。うん。16茶、ならぬ、17茶。17茶。これが500ミリ。1600ウォンですね。はい、1600ウォン。うん。うんうん、他には。お菓子類。
とんがりコーン日本にあるでしょ。うん、1300本。1300本、とんがりコーン。本当に似てますもんね、味が。似てるよ。もう同じ感じです。カップラーメンとかは？カップラーメン、まあ辛ラーメン日本も今売ってると思うんだけど。1000ウォン。韓国は1000ウォン。はい。日本いくらかな？輸出してるから。ちょっと高めだ。日本の方が高いかもしれないね。あ、プラクボクミョンだった。1900。あ、これショットリーよね。あれ乗ってないね。乗ってないんだね。値段が書いてないね。あ、これだ。1600ウォンだ。1600ウォン。ここにあったのを下に移したんだろうね。カップじゃないの？あ、カップだ。クンコップって書いてある。うん。なくなっちゃってる、ね。カップがあれだね。カップだね。例えば牛乳、日本も牛乳あると思いますけど、これが300ミリですけど、1500ウォンですね。はい。1500ウォン。まあ、コーヒー牛乳とかは1000ウォンですね。うん。で、このバナナウユ。バナナウユ豊富なってない？まあ、高いね。ほんま1200ウォンだけどね。ああ、1500ですね、今ね。うん。大きい牛乳がね、これ2854ですよ。2850ウォン。身長伸びるけんね、やっぱみんなしっかり飲まないとね、牛乳。そうだね。お父さんは牛乳に弱い人多いけどね。お腹壊す人が多い、ね。僕です。あ、本当に？うん。これグミね、ヤクルトグミ、すごい流行ったよね。中国人いっぱい買ってたよね。そうそう、1200ウォンですね。これプリングルスさ、これ日本にもあるでしょ、うん、あるある。で、これは1500ウォンですね。違う違う。え、50ウォン単コンだ。あ、そうか、値段これないじゃない。めっちゃ高いと思いますよ、プリングルス。ほら、3700ウォンですね。あ、3700ウォンだ。うん、新しい味だからじゃないのこれ。いや、プリングルスもともと高いですよ。あー、メウンキンマ3700ウォン、うん、ということでね、日本とね、ちょっと値段を比べてみてください。これ、オリジナルのね。ほら、商品がなんか全然違うところ。陳列がちょっといまいちですけど。そうなんですよ。これ1500ウォンですね。結構アバウトですね。アバウトですね。韓国あるあるで。よくハーモニーマートもありましたね。値段が違ったりとかね。そうそう。まあ、こういう、チョコなんやったかな。モンシェル。チョコパイみたいなやつ。うん。3000ウォン。これが何個入りかな。6個ぐらい。6個ですね。6個ですね。はい。ということでね。もっとあとビールとかもあるんだね。日本のビール、日本のビールないね。バドが、バドが740ミリ、4600ウォン。結構テラ500が2800ウォン。テラよく飲む人多いんですけどね。そうですね。カスが2800ウォン。どうでしょうか、日本のビールと比べてね、値段は。日本のビール、その発泡酒とかいろいろありますからね、種類が。これミックスコーヒーのね、モカゴールドマイルドが4800ウォン。はい、これ20個入りですね。20個入りで4800ウォンですから。で、一応 ATM マシンもありますね。はい。で、ここにね、女性の方たちはストッキングとか。はい、ストッキングはね、これで3800ウォン。うん。カラーも4500ウォンもあるし。うん。まあ、日本と一緒でね、この、ワックスを頭につける。はい。うん。ギャッツビーのワックスがあります。どうでしょうか。これがちっちゃいのがね、4000ウォン。大きいのは9800ウォン。ここに日本のコンビニもあると思うんで。あるある。ね、値段ちょっとね、比べてみてください。ガーグリーン、これ3900ウォン。マウスウォッシュですね、韓国で。うん、取りたがってます。狭いからね。狭い。お客さんすごいね。そうそう、今全然いなかったな、ね、観光客が結構たくさんいます。サンドイッチ、まあ、似てるんじゃないですか。2300ウォン、2800ウォンね。日本はちょっと僕らね、2200ウォン行ってないから分かんないんだけど、大体そのぐらいの値段だったと思います。本当ですか。そしてバナナがもう2000ウォンですね。3本でね。おにぎり見ましょう。あ、弁当もある。4500本これでね。はい。あ、いなり寿司ありますね。4000本。いなり寿司4000本。ビビンバ。ビビンバ。5500本。1500本。もうリズナブルですね。
三角キンパ1600ウォン、上が1200ウォンですね。まあ、三角キンパ、ね、日本のおにぎりもあるから値段比較しやすいと思いますけど、ね、はい、こんな感じになっております。パンもある。パン1300ウォン、これ1800ウォン、こんな感じですね。1300ウォン、パン、ね、以上ですね。はい、アイスクリームここにあるじゃん、普通にね。値段書いてあるね。昔ね、こういう棒付きのやつね、500ウォンだったんだよ、昔。本当？うん、今、だいたい2000ウォンです。高いね。うん。チョコシューパーコーン。これ、こういう値段書いてあるね、全然ね。本当だね。このちっちゃいやつ、こういうやつは1200ウォンだね。なるほど。ヤクルトのアイスクリームもあるんだよね。本当だね。500ウォン。やっぱ2000ウォンとかちょっと高めのやつは、こういうコーン系？こんな感じのやつ。いや、ほんとね、もう10年前と比べて本当は上がりましたよ。韓国、物価の上がり方がすごいからね。ねえ。こんな感じですかね。ですね。一応、タバコ類は基本4500ウォンですね。そうですね、4500ウォンですね。日本より安いかな。はい。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでね、ちょっと、韓国のセブンイレブンのね、はい、コンビニ商品見てみたんですけど、はい。まあ、ちょっと日本とね、値段比べるとこんな感じになっておりましたので、はい。はい、ぜひ参考にしていただいて、まあ、今ちょっと、円が安いんでね、もし韓国に旅行に行ったとしても、ちょっとね、お得感が今減ってるかもしれませんけども、うん、へぇー。ねえ、まあ、そんな感じで。円だからね、ああ、そっか、最近頭の回転が遅くなっちゃって申し訳ないですね。はい。ということでね、ぜひ参考にしていただけたらなと思うんですけど。そうですね。はい。逆に日本に行く外国の方が今増えるかもしれませんけどもね。はい。はい。というような現状で、はい。今ちょっといろんな値段の比較をしてみました。はい。はい。ぜひ参考にしてください。はい。また次回動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。